Z29 は、ドイツ海軍の駆逐艦。1936A 型。1938年4月23日発注。1940年3月21日気千1940年10月15日浸水。1941年7月9日千九1942年1月14日から、ドイツから。 ノルウェーのトロンハイムまで移動する戦艦ティルピッツを駆逐艦、リハルトバイゼン、ブルーノハイネマン、パウル・ヤコビと共に護衛。1月17日にトロンハイムに到着。翌日駆逐艦はトロンハイムを離れ、ドイツに戻った。次は Z29 はゼルベルス作戦に参加した。この作戦中に15センチメートル砲の後発で被害が生じた。 1942年5月、従順洋艦立草をバルト海からナルビクまで護衛。また、途中、クリスチャンさんで一時停止し、護衛の駆逐艦、Z29、リヒャルトバイチェン、ハンスロディ、Z27 は、スカゲラク海峡入り口に機雷を付設した。これ以後ノルウェー北部を拠点に活動。7月、p 9 7戦艦攻撃作戦に参加。9月、駆逐艦、 リヒャルトバイチェン、Z30 と共に、カラ海峡へ嫌いを付せつ。12月、バレンツ海海戦に参加。1943年1月、駆逐艦、リヒャルトバイチェン、Z30 と共に、従順洋艦アドミラルヒッパー、軽巡洋艦ケルンを護衛して、ドイツへ戻った。7月に再び、ノルウェー北部に戻り、9月に、スワールバル諸島攻撃に参加した。 この際避難し被害を生じた。12月オストフロント作戦に参加。1944年12月にドイツに戻り改修工事を受けるが、その最中に終戦を迎える。戦後、賠償官としてアメリカに割り当てられるが、1945年6月10日に解没処分となった。ありがとうございます。